こんにちは、島津ですえ。今日は子育てのお話をちょっとしたいなと思います。あの、子育てで間違えまくってる方が結構いっぱいいるんで、えー、まあちょっとお話しさせてください。で、これ聞いてもらったら、子育ての基本とかわかると思いますし、あの、いい子が育て、育つと思います、基本的には。えー、間違いっていうのは、よくあるのはですね、 あの自分たちが受けた教育をそのまま子供にしますよね。これが大きな間違いなんですよ。っていうのは、えっ、ー、と、例えばですね、僕15歳の時から、まあ、お15歳の時お母さん亡くなっちゃって、えー、お父さんいなかったんで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんのとこにいたわけですよね。70歳だったんで、おじいちゃんおばあちゃんが。だから、55歳くらいの差があるわけですよ。 そうすると何が起きるかっていうと、母さんに教わってたことと、おじいちゃんおばあちゃんに教わることっていうのは常識が全然違うんですよ。まあ、それは時代が違うから当たり前じゃないのって思うかもわかんないですけど、その通りなんですよ。時代が違うんですよ。だから、教育が違うんですよ。で、僕たちの子供っていうのは、ね、えー、僕たちのっていうか、子供さんっていうのはだいたい20歳ぐらい差があるわけですよね。だから、20年前の教育と、 今の教育っていうのはやっぱり違うのが当然なんですね。時代が違うんですよ。20年前と今では。だから20年前に受けた、僕たちが受けた教育とかを今子供にしてたら、これは間違いです。もちろん、人間としてどう生きるかとか、そういうのは普遍的なものなんで、えー、別に間違ってないですよ。挨拶しましょうねとかね。ただ、何ですか。ゲームするなとかね。 ゲームとか、僕らの時代なかったスマホをいじるなとか、PC やりすぎとか、知らない人とネットで喋るなとか、かそういうのありますよね。なんか SNS やるなとか、こういうのっていうのは、本当に間違いなのかっていうのを感じた方がいいです。これは具体例ですからね、あの、すごい抽象度が低い人とかに喋ると、え、ゲームはとか、え、スマホはでもとか言いますけど、そういう話じゃなくてですね、 20年前と今の違いっていうのを意識して、えー、お子さんの教育しましょうねっていう話です。例えば、例えばなんですけど、とですね、僕15歳の時におじいちゃん、おばあちゃん55歳差があって、えっと、僕はですね、朝、もう天ぱが激しいんで、天パ,パなんですよ、僕もともと。天ぱ激しいんで、朝になるとこう洗面所でこう、 髪の毛をじゃあ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 濡らしてしっかりしっかりやらないとセットできないんですよこれねでも冬だったら寒いからお湯使えますよね普通当たり前やと思いますけど僕にとっては当たり前だし今の人たちにとっては当たり前だけどじいちゃんばあちゃんにとってみたらお湯使うとかありえないんですよもう戦時もう戦後はあれだっつって戦後はお湯なんか出なかったぞみたいな感じで冬に お湯使うと怒られるんですよ、えー。でもそれはおじいちゃんおばあちゃんが悪いとかじゃなくてですよ、時代の話、時代が違うからしょうがないよねって話なんですけど、これ今言われたらたまんないわけですよね。で、これと同じことをしてる人が多いってことですよ。じゃあ本当にゲームしちゃだめなのって話です。例えば、一回考えてみてください。本当にスマホは危険か危険。 あのネットで知り合った人の殺人事件とかありますけどあれってネットなかったら本当に起きないんですかって話なんですよ、まああの。ちょっと起きるか起きないかは別としてですよ。本当にダメかっていうのを考えてみてください。で、えー、20年自分が遅れてる古い人間だと、まあ、子供さんとの年齢差が30歳だったら30年古い人間と30年遅れた教育を えー、受けてるっていうことを意識してください。でそれで、えー、今の教育を子供にしなきゃいけないんでその意識があっただけで全然変わってきます。えー、本当に意識してみてください外で遊ぶのが本当に正解なのかどうかとかまあありますよねいろいろ。本当にみんなで野球やんなきゃいけないかとかね。まあ野球は <laughs> 強制する人いないけど本当にそろばんが大事なのかとか。 本当にじゃあ知識を詰め込む勉強が正しいのかとか、漢字はきれいに書かなきゃいけないのかとか、いろいろありますよね、そういうのは。えー、もちろん今でも大事なことはたくさんありますけど、もう今と違うこともたくさんありますんで、そこを意識して子育てされると、きっとね、あのー、今よりもちょっとだけいい子育てできると思いますので、えー、ぜひね、ちょっと考えてみてください。 えー、島津でした。また、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ、失礼します。